秘密結社、ナバリのヤシロの社員になってから数日、ようやく自分もこの組織について、そして仕事のやり方について分かってきた。自分で言うのもなんだが、最近は仕事の効率も上がりつつある。そのおかげで、マミとの関係で明確に変化したことがあった。おはよう。 昨日頑張ってくれたおかげでぐっすり眠れたわいつもは4日は徹夜だけど2日徹夜で済んだのなんて久しぶりようんあらどうしたのぐったり胸だれなんかして調子でも悪いの今日はお休みにしましょうか うーん。うん。熱は、ないみたいね。顔色が悪いけど、寝不足かしら。あまり無理しないで。辛くなったら、すぐ言うのよ。と、思ったら、赤くなってきたわね。やっぱり熱があるんじゃ。うん 元気だから大丈夫ってうんそうそれなら頼もしいわ頑張ってね私の専属秘書さん自分でもびっくりするくらい大胆なことを言ってしまったわおでこがまだ熱い私の気持ちに彼が気づいたら どうしようあら寝ちゃったの頑張ってくれたみたいねかわいい寝顔いたずら心に任せて彼の方をつつく起きる気配はないどうやら 熟睡しているようだ小さな寝息を立てる彼を見ながら私はさっきのことを思い出していたおでこの熱さが再びよみがえたように感じられ今まで誰にも見せなかった自分の心を浮き彫りにした <laughs> 気づいてる私最近毎日が楽しいのよ あなたのおかげあなたの優しさがずっと張り詰めていた私をおでこの熱が全身に広がったような気がした胸の鼓動がうるさいくらいに大きいいつの間にか視線は彼の唇にくじ付けになっていたこんなの ダメだって分かってる。許されるわけがない。でももう、自分の気持ちが、抑えられない。ね。キスだけだから、お願い。許して。誰にともなく言い訳をして、彼の唇に顔を寄せる。 これが済んだら、いつも通りの私に戻るから。4日や5日、徹夜してもへこたれない、いつもの私に。あなたを、あなたの頑張りを無駄にしないためにも、私、もっと頑張るから。だから。あ <laughs> え いけないわよ、そんな。あなたを頼るなんて、あなたは本当によくやってくれているわ。あなたに甘えるなんて、許されるのかしら。そんなこと。<laughs> 本当に、優しい人ね。ありがとう。 いつの間にか、こんなに立派な男になって。うん。わかったわ。それじゃあ、早速お願いしても、いいかしら。さっきの、続き、して。できれば、その先も、あなたが、 欲しいの。お願い。私の心は満たして。それだけで、私は。<laughs> すっかり忘れていたわ。甘えるのって、抱きしめてもらうのって。こんなに。 心地よい感触だったのね <laughs> 好きやんあ,あのねさっきみたいにギュッてしてもらえない <laughs> あああ,あ 恥ずかしいけどちょっと嬉しい、うん、ね、ね、私もう欲しくてだからそのうん あ<タッ><タッ> 言われたら、うんねうん、もう恥ずかしい私変なことばっかり言っちゃったえ幻滅したわよねうんホントさあ本当そそあなたがそう言。 ってくれるならもう一つだけ甘えてもいいあ,あのね私まだ全然足りないのだからねもうちょっとだけ付き合ってくれる